就活生、Kちゃんと学ぶ、日経新聞。日本経済新聞社の2023年の世論調査によると、70歳以上まで働く意向を示した人が 39% に上り、2018年以来最高を記録した。平均退職予定年齢は 68.4 歳と、過去より 1.8 歳上昇している。将来への不安として 70% が経済面を挙げ、これが仕事継続の背景の一つと見られる。対策として最も多いのは預貯金 61% で、次いで保険や個人年金 33%、 投資 22% と続くが、技能向上への取り組みは 14% にとどまる。企業は定年廃止や引き上げを進め、政府も70歳までの就業機会確保を企業の努力義務とした。定年制を廃止または65歳以上に設定する企業は 30.8% に上り、高齢者の就労環境は改善している。 OECD は定年制廃止を提言し、日本の労働人口減少への対策を促している。この調査は18歳以上の男女を対象に行われ、有効回答率は 53.6% だった。バイデン米大統領はウクライナのゼレンスキー大統領との電話協議で、ウクライナ東部ドネツク州アブデーフカからのウクライナ軍撤退を米連邦議会の追加予算案承認の遅れによる怠慢の結果と非難した。ロシア軍はアブデーフカの掌握を目指し、2023年10月から攻勢を強めており、バイデン氏は米国の支援枯渇による弾薬減少がウクライナ軍の撤退を強いたと指摘した。米議会上院は対ウクライナ支援含む緊急予算案を可決したが、下院では成立の見通しが立っていない。米国はウクライナ支援の最大国であり、ロシア侵攻後に決定した42億ドルの軍事支援が底をつき、ウクライナは前線での弾薬不足に直面している。ゼレンスキー大統領はドイツでの演説で西側諸国に支援強化を訴え、バイデン氏は予算獲得に自信があると述べ、ウクライナへの継続的な支持とロシアへの代償を課す意向を表明した。この状況はウクライナの主権と領土保全をめぐる国際社会の支援と連携の重要性を浮き彫りにしている。トランプ前大統領は民事訴訟で連続して敗訴し、合計で4億3000万ドルの支払いを命じられたが、31億ドルの資産を持つ彼には資金面でまだ余裕があると見られている。ニューヨーク州地裁はトランプオーガニゼーションが純資産を過大評価したとして、3億5000万ドル以上の罰金を課し、企業法人の主要ポスト就任や金融機関からの融資受け入れを禁じた。上訴は確実であるが、利息を含めた合計支払い額は4億5000万ドルを超える可能性がある。前大統領は判決を強く批判し、選挙妨害と権力の乱用と非難。さらに名誉毀損訴訟で8330万ドルの損害賠償を命じられたこともあり、11月の大統領選に向けた資金繰りに影響があるものの、破産することはないと見られている。ブルームバーグ通信によると、前大統領の純資産は31億ドルで、現金資産は約6億ドルと推定されている。前大統領は2023年に約1億2900万ドルの政治献金を集め、その一部を裁判費用に充てたが、政治献金を民事訴訟の罰金や損害賠償に使うことはできない。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録待ってます。今日も元気にいってらっしゃい。